松崎さん、決勝おめでとうございます。ありがとうございます。宮記念杯に続いてですけれども、まあ、準決勝激しいレースになりましたけど、なんか気迫が感じられました。そうですね、やっぱりあの前であれだけ新田が頑張っているので、あの弱気になることは許されないと思いました。それでしっかり小松崎さん、なんとか決勝にというところで、うん、そうですね、まあ、特にあの援護することできなくて自分だけ乗ってしまったんで、あの複雑な思いはあるんですけど、まあ、あのそこはそこの反省点として、あのしっかり頑張りたいと思います。まあ、決勝は北日本4人勝ち上がりましたけれども、その位置はどこに？あの番手回らせてもらえるんで、あの精一杯自分のできることをやろうと思います。まあ、30代最後の G1 レースになりますけれども、もうそこでバシッと決めていただきたいなと思うんですけれども。まあ、そうですね、あの、はい、30代最後ですけど、まあ、40代でも頑張ろうと思ってるんで、あの、まあ、でも、あの、まあ、9分の1のチャンスあるんでね、あのしっかり頑張りたいです。最後、あの意気込みをお願いします。はい、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。